はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は神奈川県の、えー、テレビ局の正社員25年目46歳の方の給与明細です。仕事内容はテレビ番組の技術会社で総務の仕事。必要な資格やスキルが募金と給与計算、えー。勤務時間が1日10時間で残業2時間。収入が年収850万で、 えー、テレビ関係の仕事をしたい方へのアドバイスとしては、仕事内容に刺激はないですが、比較的安定した収入と規則正しい時間で働けます。時給予明細です。えー、支給、えー、基本給が27万円、マネージャー業務手当18万2800円、役割給3万、LINE 手当2万、通勤手当8万5000、家族手当1万7000ついて、 組織給が60万5610円、えー。そこから控除が引かれて、手取りが42万3666円となっています、えー。今回はテレビ番組制作会社の、えー、総務課の方の給与明細でした。えーまあ、残業もそこそこあるんですけど、まあ、それ以上に基本給が高いのと、マネージャー業務手当っていうのがかなり高いので、 えまあ残業とかも気にならないくらい、えー、いい生活ができそうです。まあなかなか年収850万稼ぎる仕事はないので、やっぱりテレビ業界は入るとこさえ間違いなければ、えー、かなり給料が高いことが分かりました。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。